色とりどりのかわいい実をつけている観賞用唐辛子。観賞用唐辛子は暑さに強くクリーム色からオレンジ紫や赤など色の変化を楽しめることから寄せ植えやインテリアとして人気です20年ほど前から観賞用唐辛子を栽培する三重県紀北町の農園では今が出荷の最盛期で形が丸いものや細長いものなど4種類を栽培し 従業員が出荷の作業に追われています今年は天候にも恵まれ色合い形ともに上々の出来でおよそ5008を店頭販売するほか東海地方の市場に出荷するということです出荷作業は来月下旬まで続きます